本手当がどれだけもらえるか、総額は、次のように、賃金日額を基礎として決定される基本手当の日額、所定給付日数、受給期間によります。1、賃金日額を計算。離職前6ヶ月間の賃金の平均日額。2、基本手当の日額を決定。原則、賃金日額の 50% から 80%。3、所定給付日数を限度に支給。最低90日から最高360日。4、受給期間が経過すると打ち切り。原則、離職日の翌日から起算して1年。賃金日額とは、離職前の労働者の1生活費あたりの賃金額に相当するもので、基本手当の額の算定の基礎となります。基本手当は、失業者の失業中の生活を保障し、その労働力の維持、保全を図ることを目的としていることから、その額は、労働者個人の家督能力を勘案し、離職前の賃金に基づいて算定されます。労働基準法の平均賃金、労災保険法の給付基礎日額、雇用保険法の賃金日額は、労働者の1生活費あたりの賃金額を算出するという点で、共通の考え方である。賃金日額の計算方法。賃金日額の原則的な計算方法。賃金日額は、原則として、次のように計算します。賃金日額イコール、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金の総額。割る、180。6ヶ月間の総日数でないことに、注意。被保険者として雇用された期間中に事業主の支払い義務が確定した賃金、所定の支払い期日まで支払われない未払い賃金も含む、が対象となる。例えば、離職前に遡る昇給が離職後に決定し、離職後に支払われた昇給分は対象外となる。賃金日額の計算の基礎とする賃金からは、あ、臨時に支払われる賃金および、い、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれます。あ、い、以外の賃金はすべて計算の基礎とする。事業主が離職証明書に記載する賃金額は、賃金日額の計算の基礎となる賃金が対象となります。つまり、臨時に支払われる賃金および3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた賃金の額を記載することになります。賃金日額の最低保障額。貸金の全部または一部が、日給制、時間給制または歴高払い制、その他の請負制、日給制等によって定められている場合には、次の額が賃金日額として最低保障されます。最低保障額に関する規定は、短時間労働者、中所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者よりも短く、かつ、30時間未満であるもの、である被保険者であった受給資格者には適用されない。あ、賃金が、日給制等によって定められている場合の最低保障額イコール、括弧、最後の6ヶ月間の賃金の総額割る、最後の6ヶ月間の労働日数、括弧、途切る、かける100分の70。最後の6ヶ月間とは、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間のこと。い、賃金の一部が、月給制、週給制その他一定の期間、月給制等によって定められている場合、月給制等と日給制等の併用の最低保障額イコール、その部分の総額、割る、その期間の総日数、月給制の場合は30として計算する、プラス、上記や、の額。賃金日額の特例。賃金日額を算定することが困難であるとき、または算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とするものとされています。具体的には、次のような特例があります。1、介護、育児休業、短時間勤務の場合の特例。介護、育児休業または介護、
育児に伴う勤務時間短縮措置により賃金が喪失、または低下している期間中に離職した者について、介護、育児休業開始時または勤務時間短縮措置の適用開始時に離職した者とみまして、賃金日額を計算するという特例です。特例の対象となるのは、対象家族の介護、または、小学校就学前の子ための養育、のための休業または勤務時間短縮措置である。この特例の適用を受けるためには、次のあからう、の要件を満たしている必要があります。あ、介護、育児休業期間中または勤務時間短縮措置の適用を受けている期間中に離職し、特定有離職者または特定受給資格者に該当していること。い、上記や、の休業期間中または勤務時間短縮措置の適用期間中の賃金が支払われていないか、または低下していること。う、介護、育児休業開始時または勤務時間短縮措置の適用開始時に離職した者とみなした場合に基本手当の支給要件を満たしていること。なお、事業主は、その雇用する被保険者が前期や、に該当したときは、被保険者がその資格を喪失した日の翌日から起算して10日以内に、被保険者休業、所定労働時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安所の庁に提出しなければなりません。離職理由が特定有離職者または特定受給資格者に該当するものでない場合は、特例の適用対象とならない。公共職業安定所長は、休業、所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、被保険者休業、所定労働時間短縮開始時賃金証明表を作成し、これを当該被保険者に交付しなければならない。事業主を通じて交付することもできる。生産量の減少等による所定労働時間等の短縮の場合の特例。生産量の減少等に伴う所定労働時間または時間外労働の短縮の制度以下、時短制度というの実施により賃金が低下している期間中に離職した者について、時短制度導入時に離職した者とみなして、賃金日額を計算するという特例です。この特例の適用を受けるためには、次のあからう、の要件を満たしている必要があります。あ、生産量の減少等に伴い、労使協定、過半数代表者等との書面による合意に基づき、時短の実施、及びこれに伴う賃金の減少並びに労働者の雇い入れに関する計画が作成され、所轄都道府県労働局長に提出されていること。い、上記や、の計画に基づく時短制度導入時から起算して6ヶ月を経過した日後に離職し、特定有離職者または特定受給資格者に該当していること。う、時短制度導入時に離職した者とみなした場合に、基本手当の支給要件を満たしていること。専任の賃金が上線にと下線にで大きく変動する場合の特例。被保険者であった者が専任であって、上線にと下線に等で大きく変動する賃金が定められているものについては、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の12ヶ月間、360日間を上限として、当該期間の賃金の総額を当該期間の総日数で乗した額を賃金日額とします。